エムズジャンクション第101回目放送。はい、名古屋を中心に活動する劇団サークルの集まる交差点、エムズジャンクション、略してエムジャン。ワイワイテレビのスタジオから生放送でお送りしております。メインパーソナリティは私 MJ とスペシャルシークレットアシスタントの後藤理沙です、はい。よろしくお願いします。はい、皆さんどうか最後までお付き合いくださいませ。ね、初めてな、初登場なのに。なのに。いきなりアシスタント。アシスタントですね。ねえ、えらいことになっちゃったね。ですね。はい、そうなんですよね。M ジャンに出る前から結構絡みはあるんですけど、うんね、うん、まさかこういう形で。ね、ちょっとせっかくなんでっていうことが。初出演になるとは思いませんでしたね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今はね、生放送でお送りしてるんですけれども、まあ、パソコンとかでご覧になってる方は、あの画面の、右、あっちの方にですね、チャットの画面っていうのが出てると思うんですけど、そこにも自由に書き込んでいただきまして、こちらであの拾っていきますので、どうした？はい、あのそちらでね、あの何かコメントとかいただければこちらで拾っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初のゲストは初というか、まあ新しいさらにユニットということで、はい、作られました、ディアラバズさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ後藤さん、メンバーさんを紹介してください。はい、では早速ゲストの紹介をさせていただきたいと思います。はい、ディアラバーズから、岩瀬楓さん。はい。はい、まあ仲がいい証拠ですね。そうですね。アホかな。続いて、藤井紫音さん。お願いします。で、今回の主催さんのザ・パワーさん。お、はい、お願いします。と、ついでに後藤理沙です。お願いします。そうなんですよね。今日はもうメンバーとしても来ていただいてまして。そうなんですよね。実は。お忙したね。大変だ。ね、まあ、あの前回前々回と、まあ、そのなんとかラバーズっていう形 で、 そうです、ね、まあ、ラバーズシリーズみたいな感じになってますけど、シリーズですね。今回このディアラバーズっていうのは、まあ、なぜつけたのかなっていう。そうですね、まあ、前回が4ラバーズという形で、はい、今回ディアラバーズっていうのはもう、うん、まあ、手紙のところにディアっていうのをつけると思うんですけども、はい、うん、まあ、本当にもう誰かに送るっていうイメージですね、はい、前の4の時は誰かのためにっていう意味だったんですけど、そう、あ、今回はもう誰かに送るっていう、もう誰かにもうあの差し出すというか、うん、お客さんのためにやるっていうのはもちろんそれは変わらないんですけども、うん、お客さんのことを、まあ、こうなんとなく考えながら、うん、なんとなくちょっとまあ手紙出すぐらいの気持ちでっていうことですね。おお、なるほど、まあ、よかったら見てよぐらいよろしくお願いします。ちょっと、まあ、最近ちょっと巷で話題のチラシが ありますので、ちょっとそちらをね、見ながら、この世に行きたいと思うんですけれども、そんなに話題じゃないララララかもしれないけど、まずこちらですね。なんかレトロな感じですごく綺麗ですよね。好きですね。しかもちょっと じーっと見てるとですね、だんだん絵がそうそういうものじゃないんですけど、実はなんと3種類も。そうなんです。3種類もあります。調子に乗って3種類作っちゃって、はい、どうしようっていう。みたいな。お、あ、変わりましたね。そう、2種類。あ、これ、ね、私これが一番好きなんですよね。女の子に人気です。あ、そうなの。人気なんですよ。女の子にね。すごく、まあ、パッと見なんていうか、そのロンドン的な。そうですね。あと風景はそういう、うん。しかも裏面もなかなか可愛いという、うん、作りになっているんですよ。それもそろそろ出てくるのか。出てくると思いますよ。またちょっと変わって。これが3枚目ですね。おちょっとフランスっぽいっていうか。そうですね。まあ、草原の中にこう家があって、まあ、ちょっと大きな、まあ、うん、なんだろう、お城ですか。お城ですね。うん、で、まあ、あの、あれ、町の栄えてるところと、うん、まあ、こう手前の方はまあ本当に郊外というか、うん、あ、なるほどね、うん、まあ、3種類一応全部物語をちゃんとイメージしてて、うん、あ、はいはいはい、全部その物語のシーンがこの、まあ大体この絵の感じのイメージっていうところがありますね、うん、で今回のそのまあ舞台というかそのタイトル自体ももうディアラバーズという、そうですね、うん、で、まあ、前回のフォーラバーズさんといえばもう本当に一番まあ話題になったのはもう無声劇という形で、まあ、音とあとはまあ役者のリアクションというか、そうですね、あと素敵なこう楽器演奏が、そうですよね、生演奏もありましたね、そんなこともありましたね、じゃあそれも経てなんですけど、よく見るとまあ、まあ、パワーさんを囲む女性陣、まあ、まあ美人揃いということで、
そうですね。まあ間が空きましたけど。ちょっと脳の回路が追いつかなかった。自信持っていただきたいですね。あ、もう美人、みんな美人と思ってますから。美人ですよ。めちゃめちゃ美人で、ね、めちゃ推しですもんね、そこは。そうそうそう。無理しないで。無理しないで。9人、ね、美人がね。諦めないで。で、まあ、今回その女性陣ばかりなんですか、この出演者っていうのは。そうなんですよ。でしかもめちゃくちゃなんか人数がいっぱいいるみたいな。役者で女の子がもうそれ結構いて、うん、あと楽器を弾いてくれるのが男性というだけですね。あ、そうだそうだ。で役者は女子だけです、うん、女性だけです。で今回どうですか、あの前はそのオムニバスみたいな感じでいろんなその作品がという感じでしたけれども、はい、今回は1作品、今回はもう1本です。あ、1本、全くの1本です。へえ。じゃあで実は、あ、そうだそうだ、これ言わないと、今回来ていただいた皆さんはこれ衣装なんですよね。そうなんですよ、はい、衣装なんですよ、実はちょっとこの白というか、まあ、ちょっとあのね、きなり的な。そうですね、うん、すごくなんかおしゃれというか。そうなんですよ。で、まあ白いのにも結構意味があって、うん、あの今回もまあプロジェクションマッピングをするんですけども、はいはい、今回は人の体に映像を当てるということで、こう某3人組のアイドル、うん、アイドル歌手の方たちみたいな感じ。パーなんちゃらね。パーなんちゃら。うん、3人組。あの、マグさん。ホリヒルムですか。あ、ホリヒルムな、はい。うん、なんかの動画を YouTube で見ていただけると、あ、こういうことやるんだみたいな。あ、まさにああいうイメージで。そうなんですよ、ね。体に当てて、予習していただければ。そうなんですよ。あの予習していただいて、はい、まあ、ただその人たちは出てこないんですけど。ああ、いや、でももっと綺麗だね。女性がもっとたくさん出てくる。しかもそれよりも人数が多いから、ね。そうですね。人数が、ね、多いから。ちょっとそうだ。これ動画が。あるということなんです。そうなんですよ。今回あのプロモーションビデオという形で動画をちょっと調子のところもまた、うん、作ってみたので、頑張って作ったみたいなんで、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、お口をチェックで。どうぞどうぞ。はい、なんかとてもなんかファンタジー色な感じがしましたけど、ちょっと調子に乗って、うん、調子乗って羽とか飛ばしてみたい。劇中に羽は今のところ全く出てこない。飛ぶ予定はないです。ないです。ああ、でもしかしたらプロジェクションマッピングで飛ばしたりとか。ああ、全然全然。あ、今一応映像も作ってるので、でそこでもう体に当てたりとか。それすごいな。なかなかでも名古屋じゃ見ないですよ、本当に。そうですね。まあ前も前回もそうですけど。音と合わせて、まあ、いわゆる生演奏と合わせたり、じゃちょっとせっかく来ていただいた皆さんに聞いていきたいんですけど、じゃあ楓さんは最初にね、来てもらって、はい、うん、まあ役はあるんですか、なんか役っていう。役どこまで言っていいの。あ、全然何でも言っていいよ、何でも全部言っていいっていうふうに私が言ってないことないことそれあることないことないことよりで、はい、今回出てくる女の子はみんな人形な声がちっちゃい。人形なんです。使用も人形で。何言ってもいいから。そう、9人か9人か9人ですね。そう、9人みんな人形の、うん、なんか一応同じやつらやつらなんですけど、子たちなんですけど、なんかね、うん、なんかね、そうですね、それぞれにね、やっぱ味があってるような感じもありつつ、やっぱりなんか背景を持っててみたいな、ね、そうですね、なんか比較的にこの本当にチラシの雰囲気に、うん、雰囲気の沿ってるような、うん、ちょっとセピア感があるとか、なんかこうね、おしゃれだね、
そうですね、なんかちょっとただの白っていうあれではなくてね、ちょっとそういった色が少しずつ入ってたりっていう、うん、私たちおしゃれになります。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 じゃあ初登場の藤井さんはどうでしょう。どう、うん、どんな役柄、どんな役柄、うん、役としてはやっぱみんなベースは同じなんですけど、うん、はい、人形、人形なんですけど、うん、はい、まあ、そこにまあちょっといろんな、いろんな事情が、ストーリーが、いろんなストーリーがあったり、感情がこもってたり、それがなんか役者の持ち味としてそれぞれ出てくる感じですかね。基本今日来ていただいた藤井さん以外はみんなはっちゃけそうな感じでもないですけど。それは多分この並びだ。は多分殻をかぶってるんですよね。あ、そうなんですか。あ、そうでしたっけ。超猫かぶってますね。あ、マジですか。絶対緊張してるだけだから。みんな違うからもっと元気で、うん、あの劇中でもっとなんかあの男をたぶらかすような感じのやつなんだ。なかなかの、怖い怖い、あの不倫したりとかするやつ。そういうことして、女子たちの中でなんかこういう方とか本当になんかリアルっぽくていやでも ね実際ね華やかな現場ですから ね、 そうね、もうちょっとあの普段ははっちゃけてます。ちょっと緊張してるだけです。ドロドロ、その裏のドロドロとしたものをなんか今刺したんだけどそんなことないですよ。そんな、ね、基本的にはすごく仲いいので、みんな仲悪いんですよ。主催がそう、同じタイミングで違うこと言っちゃう。ちょっとこれが終わったらちょっと後で。じゃあ後藤さんは？でもさっきもちょっと言っちゃったんですけど、うん、比較的なんだろう、やっぱり役者が全員女性なので、うん、もう、はい、稽古場が華やか、とにかく華やか。うん、であとはあのなんかその今回は演劇だけじゃなくてその踊りを、うん、おですね、そうですね、踊りをちょっと組み合わせてるので、うん、あのだいぶなんだろう、ミュージカルチックになるですかね、まあ、イメージとしてはエンターテイメントっていう一つの形、うん、ショーっていう感じ。そうですね、だからどっちかというと演劇って形よりかはそのパフォーマンスっていう形に近いのかなっていう感じには、はい、でも今回はいわゆるその無声劇というところはもう全然しゃべりますなくて、もうセリフもあり、もう歌も、歌もあり、歌もあり、もあり、踊りもあり、踊りあり、なんかね、昨日も稽古実はあったんですけど、うん、はい、ちょっと、ね、びっくりでしたよね。はい、そうですね、そう、実は今も筋肉痛で参戦してるんですけど、はい、ちょっといろいろ色か、足とかね、ちょっと色かな、そうですね、ちょっとここからメキメキと、メキメキと、うん、上がっていく感じですね。頑張ります。メンバーさんの中にね、ダンサーの方が見えるそうなんですよ。そこの中はね、メンバーもびっくりなんですけど、まあ、その他ももう知ってる方々というか役者ね、知ってる方々が、まあ、よくぞここまで集まったなっていう感じで、本当ですよね。うん、なんで集まったんだろう。なんで集まったんだろう。まあそれはね、パワーさんのね。まあパワーさんのパワーで。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 パワーオブパワーでね。パワーパワー。力の力っておかしいけど。どうかな。あ、で他にまあ例えば、ね、さっきその話がありましたけれども、もうまあラバーズさん、まあといえばまあプロジェクションマッピング。そう、プロジェクションマッピング。まあそちらもまあやっていくわけなんですけど、はい、まあまずその人にまあ照らされるっていうのもあるし。やっぱりまあ舞台装置も今回もやっぱり白を基調というか、そうですね、やっぱり基本的に白ですね、うん、そこで映像が、前回は静止画がメインだったんですけども、うん、今回はもう全部映像で、あ、へえ、しっかりとした映像で、もうだんだん本当にグレードアップというか、レベルアップ、そうですね、でプロジェクターのレベルも1段階上げたので、おおお、前回より明るいプロジェクターを今回は用意したので、もうそれを使って映像がしっかりと綺麗に見えるような、うん、体に当たる時も、はい、壁に当たる時も、うん、しっかりともうその映像で世界観とか背景だとか、うん、そういったものが全て表現できるかな、はい、そしてまあ衣装ね、またそうですね、皆さんの衣装、まあ少し前からあのツイッターの方で、まあ、稽古場のね、うん、実際その衣装を着てっていう現場が出てますけれども、そうですね、本当にまあ華やかですよね。そうですね、うん、ちょっと目の保養と言いますか、うん、あとさっきちょっとあの話がありましたけど、生演奏、生演奏の話がありましたけど、今回はどんな、今回は前回がギター1本だけの生演奏だったんですけども、うん、はい、今回はそのギター1本に加え、はい、コントラバスが 4つ、例のあれですね、あの方々ですね、あの方々ですね、あの方々が、はい、寸限だ、はい、ね、これがな、楽団そうそう、なさん、今回はコントラバス4機と、うん、ギターが1本入ってくるという形で、生演奏がで、その方々が全て男性の方という、うん、そうなっております。男性のミュージシャンの方が5名、うん、
それもすごいなんか相関というかどういう形になるのかっていうのと、そうですね、まあ、映像と、まあ、ダンス歌だったりとか、うん、その辺りがどうやって絡んでくるのかっていうところですけども、うん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 、じゃあここで改めてね、はい、料金とか日時とかそのあたりの告知をお願いしたいと思いますが、どなたに、はい、そりゃこの人でしょう、ね、じゃあ楓さんで、楓さん、はい、私が見てるわ、いきます、はい、お願いします、私がやるんですか、はい、本当に、いや、いいよ、やるよ、喋ります、はい、ディアラバーズ2016年2月の27日28日の土日で、行っております。27日が3ステージ、11時と14時半、19時、はい、28日が11時と14時半ということ で、はい、1ステージ目の11時、はい、2月27日の11時以外は全てアフターイベントがあります。僕は実はね、ちょっと肝なんですね。そうなんですね、いろいろ4種類あるんですけども、はい、なんと3ステージ目アフタートークのイベントがあるんですけども、27日の19時の回、はい、こちらですね、あの司会になんと、うん、エムジャンクションのMJ さんを司会にお呼びして、ありがとうございます、ただここで肝なのが、はい、アフタートーク、普通のアフタートークでございます。 お芝居の話は一切しません、はい、アフタートークで物販の紹介をします。物販紹介をします。ただあの、なんだろう、こう YouTuber 的な商品紹介だと思っていただければ、なるほど、はい、商品説明ということですね、うん、はい、はい、ということでやっておりまして、で割引もなんと5つ、今ここには4つしか書いてないですけども、調子乗ってもう1つ増やしてみました。で通常ですと、通常ですと、まあ、今、はい、ツイッター割が、はい、ハッシュタグディアラバーズとつけてつぶやいていただくと、はい、マイナス100円、早期予約割、1月中のご予約でマイナス100円、稽古場見学割、稽古場に遊びに来ていただくとマイナス100円、はい、フォロワー割、フォロワーさんは100マイナス100円、これすごいな、どこまで下がるの。そしてなんともう1個ちょっと口頭で、また後でツイッター上でも言いますけど、はい、お友達割というのを作りまして、はい、2人以上で来てもらうとマイナス100円です。おやだ、でしかもこれは併用、併用可です。可です、全部いけます。皆さんがすべて合わせると、1月中にすべて合わせてご予約していただくとマイナス500円、すげえ、なので大人が1000円、はい、学生が500円、はい、という形で入れちゃうんですね。安い安い、これはちょっと早めに、でもしかももうすでにね、予約が、そうなんですよ、もう今予約でもうほとんど半数、うん、全てのステージ合計して、まあ、まあ大体350ぐらい入るといいかなと思ってるんですけども、はい、ありがたいね、今もう150ぐらい予約がいただいてるので、すごい、はい、もうお前の方は早めにいただけると、うん、そうね、早期予約がある、早期予約割があるうちにいただけると、はい、もう一番お得かなと、ぜひもう今月中に、1月中にぜひとも、はい、ぜひ、はい、そして会場の方は、会場が、原駅近くナビロフトで行わせていただいております、はいはい、今徒歩8分とありますが、若干ね初めて来る方ちょっと分かりづらかったりとか、そうですね、女性の方だとちょっともう少しかかるかもしれないですね、うん、結構、まあその8分、大体8分ぐらい、10分ぐらいから8分ぐらいですね、はい、そこをちょっと気をつけていただいて、はい、で会場は、開演の30分前、ね、そうですね、会場開演の30分前です、はい、で予約の方なんですけど、まずリアルラバーズさんのツイッターアカウントがありますので、はい、こちらですね、ここですね、はい、こちらをフォローしていただくと、さっきのチェックしてください、まずフォロワーすると100円、そう、もうそうなんです、もうそれだけで、それだけで100円できます、うん、そしてまたつぶやいてね、ハッシュタグをハッシュタグつけてつぶやいていただく、つぶやいていただく内容何でもいいんです、うん、もう本当になんか腹減ったディアラバなんだこれってね、おはよう、彼氏と別れたディアラバ、あーあったあった、あなんかそれは奥が深すぎてちょっと、うん、あの彼氏と別れたらつぶやいていただけると、あー、まあ、でもやっぱり中にはディアラバーズ楽しみって送ってくださってる素敵な方もいらっしゃるので、残念ながらそういう方しかいないですね、そこをまあひたすらこのみん楽しみですとか、うん、リツイートしてる、いやいやそれすごいありがたい話、もちろんなんか変なことついてってつぶやいてもらっても面白いから、あー、ね、ね、みんな拾ってくる、じゃあ遊んでください、遊んでください、リツイートされる、リツイートしてどんどんリツイートしていく、私たちがどんどんねまたね、そうそうそう、だからここにいる皆さんもツイッターねやってみる方ばかりで、はい、で皆さんに連絡をいただいても、あ、全然、はい、大丈夫です、はい、ぜひいつでも受け付けておりますので、併用併用ということで併用していただけると、はい、お願いしたいと思います、はい、じゃあここまでは、ディアラバーズさんから、はい、ディアラバーズさんから岩瀬楓さん、はい、と、藤井紫音さん、はい、そしてザ・パワーさん、はい、後藤理沙さん、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあですね、画面がパーッと変わって次のゲストさんに行ってみたいと思います。では画面が、次のゲストさんは、はい、三重ユース演劇ラボ2016ママごと、マネごとの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあお願いします。はい、では早速ゲスト紹介させていただきたいと思います、はい、そのマネごとさんより森夏美さん、お願いします。
と森達也さん、よろしくお願いします。そして中村美咲さんです。はい、よろしくお願いします。お、初登場の、まあ、団体さんというか言うんですけど、はい、お、なんか見たことのある顔がね、あの2人ほど見えまして、お、初登場の、まあ、森達さん、はい、森田さん、森田さん、よろしくお願いします。はじめまして。はい、そしてこちらなっちゃんとみさろうさんということで今日はいらしていただきます。よろしくお願いします。じゃあまず、あ、よろしくお願いします。そして今回のその三重ユース演劇ラボ2016ママごとで、マネごとっていうのが、はい、私たちの団体名、はい、劇団名となります。そうですよね。じゃあどんな団体、まあ、企画なのかっていうところなんですけど、はいはい、三重ユースという企画がありまして、うん、今年で3代目になるんですけど、三重県文化会館という施設がこう演劇、三重県で演劇の団体、若手の団体がたくさんできてほしいという願いとともに、はい、こういう著名な劇団の主催さんや脚本家さんをお呼びして、その25歳アンダー25歳以下の、うん、あの若者を集って、その有名な方と一緒にタッグを組み、自分たちで劇団を作れるように、はい、こう劇団作りを一から学ぶ、はい、公演もあるんですけど、はい、劇団作りっていう、そういう企画が三重ユースと演劇ラボっていう企画となってまして、うん、今年は3年目で、はい、ママごとの柴幸男さんをお迎えして、私たちが一緒にタッグを組んでやっています。ね、ちょっと今お人がざわざわとしましたけどこの企画すごいですよね。なかなかもう画期的なというか、しかも三重で、ね、すごいです。あの一応番組としては名古屋を中心に活動するとある、幅広く県を越え、ね、結構岐阜の方から来ていただいたりとか、うとうとう三重につながりましたよ、はい、やりましたね、まあ、名古屋の演劇の人も多いの で、ね、ぜひ好きやらばと思って三重と思って最初なっちゃんが参加って本当にびっくりしたんですけど、本当にもうなんか、まあ、カルマさんのところでね、まあ、ずっと、まあ、客演というか、まあ、参加したりとかもしてたり、今度三重まで行って幅広いです ね、 ね、本当に。じゃあまずちょっと今回のチラシの方を見ていきたいと思うんですけど、はい、またこれがすごい綺麗なんですよね。あ、こちらメンバーが、メンバーがこう絵の具で美大に通っている、うん、関東にいるメンバーがいるんですけど、はい、そのメンバーが、あー、技法の名前を忘れてしまったんですけど、これスパッタリング、あ、スパッタリングというものをして、その上でデザイナーさんに依頼して出来上がったチラシがこちらとなって、はい、すごい綺麗。そして今回のタイトルは、はい、私たちは息をしているというのが公演のタイトルになります。まあ、当たり前といえば当たり前な、まあ、ここだけど、はい、実際まあどういう内容なのかなっていうところなんですけれども、メンバー全員が今戯曲を書いていまして、すごいですね。かつみんな演出や企画などを、はい、行って創作活動を行うんですけど、はい、まあ、そのオムニバス形式で上演する予定なので、うん、こうタイトルはちょっと作品名というよりかはこうオムニバスのテーマというか、はい、そういう名前で、この名前もみんなで出し合って、その中で柴さんと相談しながら決めます、はい、なんか最初ね、その柴さんの作品をみんなで、まあ、集まってやるのかなと思ってたらそうじゃないんだね、はい、うん、書くところから、はい、じゃあなんていうか、皆さん何役ですっていう言い方よりはどんな作品をに参加してるかっていう、そうですね、一人ずつがだって、うん、はい、じゃあ、ちなみに皆さんはそのチームとしたら別々なんですか。あ、もうチームもまだ全員が脚本家で演出家で役者の可能性が、そこからなんですか、全員が、で制作とかスタッフワークも全員みんなで分担したり、うん、あのプロの方、うん、ままごとの関係の方や、はい、その著名な方をお招きして、うん、毎週のようにワークショップを行い、そこから学んで自分たちで、はい、ホームページの運営とかチケット販売のフォーム作りから、うん、ツイッターのね、ツイッターから何から何までフォローされた、まねごとさんからフォローされたと思ったら、はい、うん、全て私たちメンバーでやれるように、うん、あの本当に三重文さんやママごとさんは本当に見守ってるって形です、ね、そうですね、もう本当に皆さんの力を本当にまあ前面にというか、はい、形で。じゃあなっちゃんはどんな作品を書いているんでしょうか。ちょっと気になりますよね。気になりますね。あ、ちなみにすみません、高校生の方も参加は、はい、3人、そうですね、はい、森さんは僕は今大学2年生ですよね。そうですね、私の1校上なんで、はい、あ、そうなんだ。みさろさんは、あ、うちは、うん、あ、大学、あ、大学生です。 3年生です。おお、じゃあ、まあ、この中では最年少ということで、どんな作品を今書いてますか。
今ちょっと2本生えているんですけど、その中で1つが、はい、あの高校生のこと教師の、うん、まあ、居場所をテーマとした話で、うん、まあ、居場所、はい、お互いにその悩みがあり居場所がないと、うん、それをまたカフカの変身とちょっと絡めた物語となっているんですけど、ちょっと説明するのは難しいんですけど、はい、大丈夫です、あの分かる人は多分分かってる。はい、あのカフカの変身も、うん、まあ、居場所というのがあれも、うん、そのある日虫になっちゃって家族の中で居場所がないという作品なんで、うん、それと絡めて見たら面白いかなと思って、うん、今絡めて書いてます。すごいね、そのまず作品をいろいろもう見てて知ってるっていう、まあ、そこからなっちゃんすごいなと思った。なんかすごいすごいですね。ね、年下だもんね。後藤さんも若いっちゃ、ね、若いの、びっくりですね。そうですね、一応今年で大学2年生になれるんですけど、うん、だから1校か2校下っていう感じですか。いや、私の方が年下ですよ ね、 ね。じゃあちなみにもう1本は、もう1本はちょっと今また試行錯誤中なんですけど、それも中学生のこと、親の、うん、ああ、やっぱり結構リアルなっていう、まあすごく近い世代というか、うん、そうですね、自分、うん、何を書こうかなと思った時に身近なものをちょっとヒントとして書き始めちゃったので、はい、かっこいいな。どうですか、自分 の、 その生活とかも反映されてきたりとか、あとはその友達もね、やっぱりいろんな、まあ、普段の生活とかから、うん、そうですね、周りを見たり、まあ、自分の中で思ったこととかもいろいろ重ねて書いていますね、うんうんうん、おー、そして森田さんは、あ、僕ですか、はい、あの、はい、カフカ出された後に話すのすごいなんかハード高いんですが、カフカでもカフ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 カでも、あの、僕はどちらかというとそうですね、あの、はい、2つ僕も書いてきまして、なんか1人あたりにその複数書く、うん、どんだけでも10個以上書いてる子もいる。それはすごいな。逸材だと10本まとめてブワーって出してきた、うん、すごいね。柴さんが見てそれ大丈夫か大丈夫じゃないかを振り分けて、ちなみにじゃあその実際に上演されるってなるのはその中の一つ、ね、一つってことですね、みんなが書いたものの、はい、あ、一つじゃないです、いくつか、まあ、選ばれるんですけど、うんうん、で作品のオーディションがあって、そこで投票で決まるっていう、すごいシビアです、はい、すごい洗練された現場なんです ね、 ね、そして作品として、あ、作品はその1本が少し、はい、僕はちょっとコントチックなものを1本書いてまして、あ、いいですね、大好物です、一本がその僕がその三重県民なんですけど、はいはい、やっぱ大学は名古屋の方の大学に通ってまして、はい、うん、そうするとやっぱり、やっぱり自分のふるさとと名古屋市をその比べてしまった時に、うん、やはりちょっと三重県の方がやっぱり田舎とか、あと結構地味とか言われたりするんですよ、まあ、たまにあのパスポートが必要だとかなんか、なんか三重の方はね散々いじられてますよ、はい、大学でもたまに地図からなくなっちゃう県でしょって、それはお前の使ってる地図が悪いだろうみたいな感じなんですけど、まあ、そこでそのある意味三重県民ってわりかし名古屋に屈折した、憧れてるけど、はい、でもなめるなよっていう屈折した思いを抱いてるんじゃないかなってところに着目して、それをちょっとコントチックに仕立てた、すごい興味深いですね、普通に名古屋県民、愛知県民、愛知県民としては、愛知の皆さん名古屋が反逆しましたよじゃあ続いてみさろうさんは、自分も2つ取り掛かったんですけど、はい、1つしか完結してなくて、ちなみにその1つはその私ファンタジーが本当に書けなくて、最初ファンタジーを書いてたんですけど、うん、はい、柴さんから多分ファンタジー苦手そうだねという疲れちゃったもうそこは、で、あの自分の実際にあったエピソードを書いてみたらって言われて、うん、その自分の小学校の時に転校して、はい、そこからこうちょっと自分が今のこの変顔を特技とするまでに至った経緯というか、きっかけを書いて、はい、うん、ちょっと、うん、そうですね、でも小学生なので会話とかはちょっとバカみたいな会話とかで、多分そっちの方が性に合ってたのが、うん、そういうものを書いて、もう一個もまあでも自分のエピソードに絡めて書こうかなと思っています。なんか意外とそれがファンタジーだったとか、ね、そう実は普通の生活が実は他の旗から見たらファンタジーだったかもしれません、あるかもしれないですね、かもしれない、それはやっぱりどうですか、あえてそのファンタジーに最初はその、まあ、挑戦しようっていう感じなんですか、そうですね、ちょっと
不思議な感じのを描こうとしたら、うん、もうちょっと会話劇みたいなのを描いてみたら、うん、最初多分語りが多すぎて、あ、そうセリフ会話劇を私が想像できなくて、うん、ちょっと語り多すぎたらちょっと会話劇描いてみようって言われて、うん、そこから、うん、だいぶそこからいやでもいろいろ添削を受けれるので、うん、いい経験になって、も岸田国男戯曲賞の人から添削受けるなんてすごいなと思って、うん、そういうレベルの話なんですね、うん、ここは、はい、すごい貴重な体験だと思ってます、うん、でまあオムニバスということで、まあ、実際そのこれからまあ上演作品が決まっていくわけなんですけど、はい、そうなった場合にやっぱりあまり舞台装置とか、まあ、ガチッとなんか作るとかっていうのができないかなって思ったんですけど、そのあたりはプラン、去年を見る限り、去年もオムニバス形式だったんですけど、うん、はい、ミエユース、うん、あのハイバイさんとのコラボの、はい、はい、まちまちのオムニバスさんを見る限りは結構立て込んでいる大道具で、オムニバスでもきっとやりようによってはできるのかなと思って、うん、森達くんとかすごい大道具やりたがってるんで、頼りにしてる。さすがとして。このなんか結構制約っていうかね、やっぱいくつかあるとは思うんですけども、うん、 その中でもやってやるぞ的な。そうですね、うん、なんかとりあえずトラックとかも借りる手配は一応できてるよっていう意思がなんかすごい本格的ですね、うん、ただやっぱりあのいくつか作品があるんで、やっぱあんまりそのそれこそパネルを立てたりだとかそういうのはちょっと難しいかもしれないですけども、はい、その小物をいくつか使って何か面白いことができるんじゃないかなっていうふうには今ちょっと考えたりしてます。はい、じゃあここで改めてね、日時とか料金とかそのあたりの告知をお願いしたいと思います。 ではどなたにお願いしましょうか。森田さんに、はい、本当ですか。2対1で、はい、じゃあお願いします。そろそろ見方だと思います。はい、はい、はい、改めて、ミエユース、演劇ラボ2016、ままごとから生まれた、真似事公演、私たちは息をしている、これは2月27、28、今月、あ、来月末の土日ですね、はい、そうですね、はい、にあって、現在あのツイッターなどにも URL が貼ってあるんですけど、はい、この一般の方、まあ25歳い、より上の26歳以上ですね、そうですね、26歳以上の方だは、はい、あの前売りが2000円、当日券が、プラス300円で2300円と、はい、でそして、アンダー25、25歳以下の方は、はい、前売りでも当日でも、なんと1000円で、チケットを売りします。ありがたい、ありがたい、ありがたいです。はい、はい、他は、はい、会場は、三重県の文化会館小ホールということで、はい、近鉄、JR、そして伊勢鉄道の津駅から、下車で、徒歩25分、はい、でただあもちろん駅からバスも出ておりまして、うん、はい、こちらはバスで津駅から、5分となっております、はい、さらにはですね、これ近鉄江戸橋駅というところからも近くて、はい、うん、こちらは徒歩20分と津駅よりまあ、あの5分ほど分早い、はい、健康志向のお客さんはぜひ徒歩でいらしてくださると行こうかなですね。健康的に健脚で、はい、いいですね。名古屋からもね、大体1時間ぐらいですかね、はい、まず津までだと、はい、うん、はい、江戸橋駅は津駅よりも一つ名古屋駅側に、うん、なるほど、位置しているので、はい、はい、まあ、名古屋からも行きやすいというか、はい、せっかくね、なっちゃんとか名古屋から参加してるメンバーもいるわけだから、ぜひ、ね、はい、見に来ていただきたいと思います。はい、じゃあ、ツイッターのアカウントが、なんと、皆さんがね、運営している、はい、はい、のがあります。あ、こちらですね。出てきましたよ。ちなみに予約とかもこちらからもいただいても大丈夫ですか？はい、ダイレクトメールからもできますし、はい、ツイッターのプロフィールに入力フォームの URL 貼っておりますので、そちらからも、ぜひ、あとホームページもありますので。はい。はい、あとは、皆さんの例えばツイッターの方にも連絡をいただいても全然 OK、 あ、はい、メンバーからも、うん、はい、はい、受けたまわっております。はい、はい、ではこちらの連絡をいただきたいと思います。はい、はい、じゃあここまでは、三重ユース演劇ラボ2016ままごとまねごとの皆さんで、お願いします。で、森夏美さん、ありがとうございました。森達也さん、ありがとうございました。そして中村美咲さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた画面がね、パーッと変わりまして、次のゲストさんに行ってみたいと思います。では、画面パー。はい、今日最後のゲストさんは、ちょっとぶりですかね。そうですね。はい、劇団スイングバイさん、よろしくお願いします。お願いします。が、しかし今日はお一人なんですね。そうなんですよ。はい、じゃあ紹介お願いします。はい、では、劇団スイングバイさんより、黒猫まさきゅんさんです。まさきゅんさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今回来ていただいたのは、まあ、ちょっと、チラシというか画面がまず出ますかね、はい、そちらを見ていただくと、はい、壁ドン、壁ドンなんです。あ、私これ見たぞ、このチラシ見たことありますよ。あります、ね、なんかよく見るといろんな壁の、なんというか、いろんな壁ドンが書いてある、ね、なんか一人でめり込んで壁にドンしてやったり壁にガーンジャーンってなって右上とかだと大砲用意して壁ドン普通の壁ドンとかね、あのよく一般に知られた壁ドンだけではなく、そうですね、いろんな壁ドンがあるということで、こんなに、ね、バリエーションがあるなんてちょっと想像つかなかったというか、いろいろ考えたらこんなだったらね、はい、その壁ドンなんですけれども、今回実はあの、この、まあ、単独公演ではなくて、そうですね、もうこれってもう毎年の恒例行事という感じになってますけれども、ね、はい、愛知県の安城市というところでやってます、はいはい、安城市市民演劇祭、はい、市民演劇祭に、はい、そちらの方で、はい、告知に来ていただきました。では壁ドン、はい、ま、あのちょっとチラシというか、まあ、あの一節見ましたけど、まあ、今回松葉ホールという、ね、ところであるんですけれども、はい、うん、松葉ホールに壁がないと。そうなんですよ、松葉です、ね、壁ドンなのに壁がないと。エア壁と。いやね、じゃあなかったら作ればいいじゃんっていう話になるのかなと思ったんですけど。いやー、壁は作りませんよ。あ、作りません。お、作りませんよ。マジですか。お、まあ、壁、まあ、途中で壁が出てきたりしますけど、ね、あ、まあ、その確かに、その壁は何かなみたいな。あ、お、まあでも、あ、なるほど、だいぶヒントが。壁がまずキーワードっていうことですね。そうですね、壁ドンなんです。あ、そうだ、スイングバイさん、はい、さんもまあ参加されてるわけですけど、実はね、はい、楓ちゃんもね、はい、前ね、実は別団体で参加ね、したことがあって、昔、うん、ね、2年ぐらい前ですかね、2年ぐらい、そうですかね、もう僕も実は見に行って、実はあの、おばちゃん感が出てる、おばちゃん感が、2年も経てばね、まあ、そりゃおばさんに、なりますよ。ねえ、トークなんて書いてね。ねえ。これはあんま気にしない。行くで、行くで。申し訳ないね。そうなんです。スイングバイさんの実は出会いも実はそこで、そうですね、本当に僕が見終わって出ていく途中でスタッフさんが声かけていただいて、はい、そこで名刺を渡したのが初めてみたいな感じで、はい、本当に思い出深いあの演劇祭なんですけれども、じゃあもうせっかくだから壁ドン押しましょうよ。そうですね。じゃあどんな作品になるんですか。ですね、お芝居って壁ドンをモチーフにしたお芝居を書いている脚本家と、うん、はい、そのお芝居の中っていう世界がありまして、一、うん、人の役者がその脚本家の世界に紛れ込んでしまって話がぐちゃぐちゃしてくっていう、面白いですね、すごい。それはやっぱりその壁ドンどうしようみたいなところからやっぱりいろいろ考えてる作家がいて、はい、そうですね、そのまあ劇中劇というか、どういう感じになるんですかね、はい、うん、そうですね、うん、そういう感じになる、なりますね、なる予定だそうです。もうやっと1週間ぐらいなんですけどね、実は、はいはい、そうなんですよ、ね、なかなか。じゃあ、まあ、まさきんさんはどんな役を、はい、僕はですね、うちの劇団に手島義孝っていう脚本家がいるんですけど、うんうん、はい、僕は劇団スイートパイの脚本家、手島押したかっていう、なんか微妙にスイングパイさんのかぶってるような、かぶってるようなスイートパイさん、生きて書いてスイート、ああなるほど、はい、はい、スイートパイさん、そういう生きですな、生きですな、はい、じゃあそこで、はい、どうなっていくかっていうと、そうですね、僕がその紛れ込んだこの要望を聞きながら書いてて、うん、書き換えたりしながら、うん、っていうお芝居が。ちなみに今回の作品っていうのは大体尺としてはどれぐらいになるんですか。そうですね、1時間ごとに変わっていくので、うん、仕込みとかもその1時間でやらなきゃいけないので、あ、そうなんだ、お芝居の中身的には45分以内っていうのがもう決まってて、はい、お決まりなんですが、なんかちょっとお話によると時間を守ったことがない、はい、僕らの劇団は大体通りなのをいいことに48分とか、はい、あ、それぐらいを言ってしまったりとかをしていて、うん、多分45分以内に終わったことは一度もないんで、ちょっとおまけがついちゃってるぐらい。今年は収めます。宣言されました。あと収めるのにあたって一つあるんですよ、うん、45分を過ぎたら幕を閉めてくださいと、うん、言ってあります。お、なるほど、お芝居の途中でも幕が閉まります。いや、なんか刺激的すぎませんかそれ。どうなんだろう、もう途中で本当に閉まっちゃって、もうそれは演出になるのかな。はい、もう45分で終わるんだと舞台上で言ってますので大丈夫です。なんかその後の空気がちょっと、はい、うん、まあ、そんな、ね、ざわざわっと
いいところで縛っちゃった。大そうな。始まり始めたら頑張って、うん、頑張ります。すごいなんか巻いて巻いてすげえ巻いてわーってなってなんかドーンみたいな。それはもう本当に本番のお楽しみということなんですね。ね、何か、しかも今回ね、あの公演も1回限りということで。そうですね。うん、これはもう何が起こるかちょっと本当にね。本当にここが見えますね。ね、次第ですよね。これ何か、例えばセットとか、なんかこだわるところっていうのは。セットはですね、一応今のところ真ん中にあの陸上とかの計測計を置かせていただいて、本当にそれが45になった瞬間に閉まる。いわゆるカウントダウンしてしまうっていう感じ、はい、おーという状態になるようです。これはちょっと見る側もちょっとやる側も、はい、もうハラハラしますね、すごい。あとスイングパイさんといえば、まあ、例えばオープニングのダンスがあったりとかしますけど、はい、今年もありますよ。あ、これがすごいですよ本当に、うん。まずでも照明とかって若干ああいうとこって制限されちゃうかなと思うんですね。そうですね、うん、もう他の団体さんも使われるんで、うん、あんまり凝ったことはできない、うん、もうあるものでしっかりとやらせていただきます、はい、おあるもので、はい、そこはやっぱりもうこうですね、うちの照明が、はい、頑張ってくれるんで、あるもので、はい、まあでもやっぱりメンバー、参加メンバーとしてはいつものメンバーというか。そうですね、はい、はい、じゃあ皆さんが劇中劇のその壁ドンするのか、ねえ、ねえどうなんすかね、本当に。いやもうあのチラシのある壁ドン、あれ全部コンプリートじゃん。あ、まさかの、ねえ、まさかの。結構なんね、5個以上ありましたよね、うん、あの、そうですね、両サイドは全部壁ドンなんで、うん、10はあるとして、はい、1個だけちょっと壁に張り付くのがあるんで、これは壁がないと本当にできないんで、これはちょっとできないかと。間違いない。その他何かこだわってるところとか、そうですね、のところありますか。安城市民演劇祭がスイングバイにとって忘年度会っていう位置づけにしてあって、なるほど、1年度、スイングバイにとっての1年度の終わりっていうので、うん、農会みたいな、農会みたいなやりたいことをはっちゃけるっていう、あ、結構そういう自由が利くっていうかあれだけど、はい、うん、何もやれちゃうみたいな。本公演ではちょっとかっこよくまとめているところが、うん、もうはちゃめちゃです、はい、はい、はい。まあ、今回その安城市民劇祭なんですけれども、まあ、他にもね、いろんな団体さんが出るんですが、はい、僕も知ってるあの、まあ、高校生ということで、はい、安城高校さんが、あ、うん、今年もあの県大会とかもね行かれたりしてるあの高校さんですけれども、そこも、なんかオムニバス公演を今回ねするっていうことで、すごいですね、ね、まあ、その他結構その若手から、あと結構名古屋でねあの活動されてる、そうですね、はい、あの都市伝説さんとか、はい、まあ、他あと結構ベテランさんとかもね、そうですね、いらっしゃったりして、あとはまあこの番組で言うと、あの以前出ていただいた招き猫さんが、はい、インプロ、はいはいはい、うん、その方々も出たりするということで、はい、じゃあここで改めて公演のね、あの告知をしていただきたいと思うんですけれども、はい、じゃあちょっと画面変わりますかね。今日一人なので、かみずにここに振るという、そうですね、はい、はい、お願いします、はい、劇団スイングバイ安城市民演劇祭参加作品、壁ドンですね、はい、安城市民劇祭自体は、うん、10時から開演します、はい、こちら10時から安城高校さんがやるんですけども、はい、僕たちは、公演の中では一番トリでやらせていただきます。すごいですね、これ本当に1日、はい、もうほぼ丸1日という形で、はい、1時間ごとにいろいろ変わってきますので、これはすごいもう見どころというか、もうそれで45分以内という、はい、お芝居がトントントンと、はい、素晴らしいですね、はい、そして会場は、はい、会場は、安城市文化センター松葉ホールで、こちらはまあ JR の安城駅から徒歩でちょっとね、そうですね、若干かかりますけど、分15分ぐらいにはかかりますかね、うん、安城市内のちょっとね、新見南吉のあの、はい、あ、壁ドンじゃないですが、壁に壁画があるとか、はい、ありますね、そこ通ったりとかしてみて行ってみたら面白いかもしれないんですけども、はい、そして料金はなんと、何団体見ても入場無料です。素晴らしい、ちょっとこれはやばい、これは行かなあかんですよ、今月中に来てください、はい、上には上がいましたね、割引どころじゃないですね、ですね、入場無料ですね、もう割り引きれませんからね、はい、マイナス、はい、ぜひぜひぜひ、はい、来ていただきたいと思います、はい、ちなみにですね、スイングバイさんその詳細とかね、またあの、はい、ツイッターアカウントがございますので、はい、こちらの方でつぶやいていただきますので、はい、さっきの壁ドンがね、さっきの絵がもうちょっと気になる人はまたちょっとアップで見てみたい、そうですね、見てみたりしていただきたいと思います、はい、はい、じゃあここまでは、劇団スイングバイさんから黒猫まさきゅんさん、まさきゅんさん、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあこのままですね、恒例の質問コーナーに行ってみたいと思いますので、ちょっと開きましょうかね、はい、お願いします、たたたた、大変だ、はい、
はい、この質問コーナーはですね、あらかじめ団体の皆さんから質問をいただきまして、はい、どうぞどうぞ。入ってますよ。入れますか？あ、私も入る。東京さんは、まあ、中心で、はい、センターで、はい、そのですね、質問を交互にかけることによってですね、はい、無理やりまあ交流を図っていこうという、うん、強引なコーナーになってますので、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、もっと言わなくていい、大丈夫。はい、じゃあ最初の質問に、こうセンターステージになるか、はい、じゃあ最初の質問に行ってみたいと思います。じゃあこちらです。ダダン。お、ディアラバーズさんから、最近イラッとしたことはありますか？これはパワーさんからですかね。そうですね、僕からですね。ちなみに何かイラッとしたありますか？最近イラッとしたことですか、はい、寒いことです。寒い。なんかね、でも雪降ったり、ちょっと急激に来ましたよね。昨日が一番イラッとしました、ね。やばかったですね。電車は本当に止まるかちょっと進んでもね、もう本当に時間になったりするし、車はもう動かないしみたいな。降るんかいみたいな。うん、しかも、ね、初雪が来てるからね。ですね。しかも結構積もって雪だるまとかね、うん、お外で見ましたね。うん、そうですよね。まあ情緒があるというよりもちょっとそれをね、どう超えた感じのあれちょっとイラッとする時はありますけれども。やりすぎですよね。ねえ、電車とかね、交通機関とか。じゃあここはまねごとさんに聞いていきましょうかね。じゃあ森田さんはなんか最近イラッとした。僕ですか、そうですね、はい、イラッとで真っ先に思いついたのが、はい、僕すごいラーメン好きなんですけど、なんか気がいいあそうですね、美味しいですよね、この季節は。で、まあ、ちょっとなんじゃで近くの某ラーメン屋さんに行って、うん、そこでそのすごいつけ麺が売りってドーンって書いてあったんで、うん、つけ麺を迷わず頼んだんですよ、はい、でそしたらなんかまあ並んでたこともあってすごい来るのが遅くて、うん、まあ、麺太いし茹で時間があるんだろうなと思ってたら、隣の、はい、そのお年を召した方のところに先に来て、はいはい、おってなって これだけだったらまだそんな怒んないですよ、ラーメン屋あるわけで、まあまあまあ確かに確かに確かに順番がね、はい、でなんかまあ5分後ぐらいにまたあのつけ麺の太いやつをなんか出してたんで、うん、あこれいよいよ俺かと思ったら、はい、すごい何なんですかね、なんかその僕だけその僕の目の前で湯切りをしてもう100度のお湯が顔面にビチャビチャって、それも、まあ、でも我慢したんですよ、なんかもうすぐ食えるからって、すごい痛い、暑いですよ、そのつけ麺が僕の右隣の女の人に来て、おってなって、そろそろイラッとした瞬間に目の前でお待たせしました塩ラーメンですって言って、そこでツワーンあれあつけ麺ですよね。ですね。怒りの三段活用で、すごく。落ちにならないですね。本当にただイラッとするだけですよ、ね。そうですね。でも普通に食って文句言ってやろうかなと思ったら、すごいそれはそれで美味しかった。いい人だった。うん、ラーメン好きだからこその。優しさだったら、こっちの方がうまいぞみたいな。うん、なんか、かもしれないですね。許容できたかなっていうところですね。まあ、美味しかったんで。良かったですね。じゃあ続いて、じゃあ三沢さんはどうですか？イラッとしたこと。イラッとします？言っていい？あ、言っていい。怖い、ちょっとなんか怖いことが。稽古が、はい、基本土日は10時から、うん、5時、夕方5時までなんですね。はい、で平則的にたまに島さんがこう遠征にいろいろ行かれてると思うので、うん、たまにこう1時から開始とか12時から開始とかなるんですけど、うん、はい、こう最近あるラーメンが好きなメンバーの方が、はい、某メンバー、その時は12時から6時までだよって変更になってたんですけど、うん、そのラーメン好きなメンバーが1時からと勘違いしたみたいで、水金前の美味しいラーメン屋で三重分のスタッフの方の連絡を受けて、うん、今何してるのって言ったらラーメン食べてこれはちょっとここで機会を設けて、ひどいやつだな、わざと三重文さんが場所を提供し演劇をやってるのに信じられんだよ、欲しいですよね、とんでもないとんでもない、うちのイラッとはそれぐらいしかなかったね、そうだよ、イラッとはしてないよ、僕もここでバレてる、間接的にまあ楽しい現場ということでね、はい、じゃあなっちゃんはまた最近イラッと、なっちゃんイラッとしない気がする、どうしたというか嫌だったことはその日のランチが美味しそうだったんで、はい、友達と2人で頼んで、はい、来たら、うん、私のだけそのご飯に髪の毛ついてたんですよ、で、すごい嫌だって思ったんですけど、うん、嫌だ、うん、でもなんか言えなくて、うん、お店の人に、うん、そこだけこう取って、
ポイってして食べました。店員さんすごい綺麗だったんで。あの人の髪なら逆にそういう戦略かもしれない。マジで嫌ない。そういうサービスだね。そういうサービス、髪の毛を入れるサービスかもしれない。なるほど。じゃあ続いてこれはもうまさけんさんにはまあ一人って言っちゃうんで、はい、行きますけど、なんかイラッとしたことってありますか？僕もちょうど昨日だったんですけど、昨日雪が降ったじゃないですか、はい、僕昨日バスツアーで日帰りのスキーに、おー、あ、すごい、朝から出ると、朝から行くってことは、昨日って大雪で何がありましたって名古屋高速全面通行止めで、確かに、行く途中は偶上でしたかね、はい、で事故通行止め、あ、10時11時前に着く予定のバスが着いたのが12時40分、うん、でもう滑れる時間も少なくなった、うん、まあ、行くまでがちょっとイラッとしたまずね、はい、うん、まず行けんのかっていう、確かに、まあ、でも事故らなければ、うん、生きて帰れればまあいいかなっていう、最近ちょっと ね、 いろいろありますからね、ちょうどまさかの M ジャンにちょっと出れる、あれまさきのさんから連絡、まさかのなんかニュースね、そんな下手な嫌な話はしてます、すみません、崖から落ちたこの枠のテレビの枠の中に写真でね、まさきのさんじゃねってそんなこと、まあ、なくてよかったですよ、本当にね、無事に生きて帰ってきました。楽しかったですか？はい、楽しかったです。よかったです。楽しかった、楽しかった。でもそれは良かったですね。本当に、まあ、事故なくっていうか、はい、あと、まあ、なんとか滑れたっていう感じで、はい、はい。じゃあ続いて次の、ね、質問に行ってみたいと思いますが、はい、お、マネオトさんから。これすごいな。これ実はなっちゃんからなんだよね。生きてきた中で一番のハプニング。一番のハプニング。一番のハプニング。なんか私も答えるんですか？いや、なんとなく。そうですね、ちょっと具体例というか。そのここみたいなね、なんかハプニングは、水と間違えて漂白剤飲んじゃった。それは生きて、あ、いるね。生きてるね。そんな肌しょうがないかな。内側から。内側から。それ大丈夫だったの？なんか大丈夫だったんですけど、うん、いやでも危ないんで本当飲まない方がいい。そりゃそうだ。皆さん真似しないでください。よく真似しないで。なちゃんだから助かったんです。そうですね。なちゃんだから。奇跡が起きた。強靭だ。強靭。じゃあ楓ちゃん聞いてみましょうか。一番初め、ハプニング、私もうそそっかしいからいつもハプニングなんですけど。うん、はい。なんだろう。うん、まあ例えば去年とかなんかハプニングは。去年。まあ、例えば芝居の最中とか、あ、ハプニングっていうか、うん、後から聞いたんですけど、うん、なんか私エンターテインメント集団 M っていうところに以前紹介させていただいてたんですけど、はい、それ の、 あの一番最後から前の公演の時に、うん、私は幼女の役で、うん、幼女の役で、まあ、まずそこはおかしい、幼女の役で、あの幼い方ですか、養われてる方で、怪しい方じゃないよね、あ、幼女じゃない方、そう、幼女で、なんだろう、ちょっとね、ちょっとやばい状況の幼女だったんですよ、うん、で、まあ、言えないんで、そう、タオル1枚、タオルケット1枚く、はい、を身に、タオルケット1枚で身を包んでこう逃げるっていう子だったんですよ、うん、だからでもさすがに中すっぱだからちょっと無理だったんで、うん、ちゃんと下着とか着てたんですけど、うん、ちゃんとしっかりこうやって巻いてて、うん、よしこれで見えんだろうって思って芝居に勤しんでいたら、うん、後日友達からむっちゃ見えてたでって言われてめっちゃ動画ってやってたけどめっちゃうち見せてたんだと思って、うんうん、ちょっと見せて回ってたっていうのが後日談で発表、これはなかなかハプニングですね、後日ハプニングかなみたいな、ちょっと恥ずかしかったなって感じ、なかなか衝撃のね、うん、問題作でした、すごかったです、知ってる方は知っている、ね、あ、もうそこらそこにこれ DVD とかない、DVD はちょっとあの R がついちゃう、痩せるとしても R がついちゃうようなやつなんで、今のところ出す。いや、5分ぐらい下向いちゃって。5分ぐらい結構。まあ長い。まあさしてください。じゃあ続いて藤井さんはどうですか。ハプニングですか。はい、ハプニングなんだろうな、何があるかな。まあ舞台、まああるいはプライベートとかね。プライベートでハプニングというか、まあ、ちょっと痛い話になっちゃうんですけど。はい、年末に怪我を
バイト先で怪我をしてしまって、はい、それで年末年始の稼ぎ時のバイトに出られなくなったっていうのが、うん、一番あれでしたね。まあ、いい、本当に痛手ですね。そうですね、自分の中でのハプニングで、うん、まずすごい、まあ、ちょっと痛い話、血が出てて、うん、その後貧血になっちゃって病院まで行けない、うん、でなんか布担架に初めて乗せられ連れてかれ、うん、救急車の中から外の景色を見ながらこうやって運ばれていくっていう、なかなか体験したことない。そうですね、なくて、それはもう本当に一大ハプニングというか、はい、一大ハプニングでした。それでなんか2週間ぐらいはここずっと巻いてて、うん、もう座組のみんなに中二病みたいだねってでも反応はそうだった。おー、その痛い、ここがくるくるって、うん、ね、ベッドね、そんな深いストーリーがあるの、うん、私たちは実際なんか見たことあるので、うんうん、ちょっとなんかでも変な感じだったからね、うん、ネットがちょっと、うん、封じ込められたんだよ、なんかそう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 、銃がね、銃が、実は人差し指がうずく、そう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 、黒いのかな、痒いのかそこだよ、痒いのか。じゃあ続いてパワーさん、はい、どうですか。そうな、5月、去年の5月に、はい、バイク乗ってるんですけど、うん、事故おっと続いてしまいましたね、はい、まずそんなに大した事故じゃなかったんですけど、うん、こうバイクも乗ってるんですよね、うん、バイク乗ってて、でここまあ交差点があるんで、まあ、止まるわけじゃないですか、うん、で止まって、はい、こうよし、じゃあ止まった、右左、まあ、軽く見て、うん、車来てないぞと思って、うん、そしたら左の方から車がグワーって来て、グワーって来て、でも僕もちょっと走り始めちゃったから、うん、うわーって戻したら、もうバーンって跳ねられるわけですよ、ボーンって跳ねられるわけで、こう飛ぶわけです、飛んで、うん、飛んで、多分こう、まあ、距離的に多分こう5、6メートルぐらい飛んだ感じで、はい、で飛んでる最中にこうだんだんこう景色がスローになるんですよね。いや、景色がスローになって、こうふわこう走馬灯みたいな、なんかこうだんだんこういろんなことを思い出すんですよ、うん、ああなんかこう今日朝何食べたなって小さなところから、もう本当にもうなんか昔のなんかこう、ああ昔こんなことあったなみたいな、なんかちっちゃい頃なんかこう保育園の先生にめっちゃ無理やりトマト食わされたなとかでそれでもうそこからトマト嫌いになったなとか、もう本当その些細なところから、こうなんか幼稚園保育園のこう卒園式みたいなところとか、あとも小学校入って、で中学校めちゃくちゃリアルな、すごいいろんなこと思い出すと、いろんなことこうふわーっと浮きながら、これでこうやりながら、あ、こんなに周りの景色がゆっくり見るってことは多分俺死ぬんだ、うん、やばいぞと思って、うん、でこうふわ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 浮いてるんですよ、空中で。でも途中でハッと我に返って、あれ、でもこのぐらいの感じだったら大丈夫じゃないと思った瞬間に周りの景色がぐわーってまた戻ってきて、結果生きてましたね。あー、よかった、まあ、バイクは大破したけど、でもまあこう、うん、その怪我はしたんですよ、うん、こう前歯がこうかけたりとか、口がこうサーッと割れたりとか、こうでもまあ命にね、そう、なんかこうプレデターみたいな感じがしたりとか、そう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 、そうそうそう、でも本当になんかこれで、それでこう救急車で病院運ばれたんですよ、うん、で救急車で病院運ばれて、でなんかこう看護婦の人がこうタタタタタ出してきて、うん、大丈夫ですかって聞かれた後に、僕ははい大丈夫ですって言ったら、なんで生きてんのそんなね、うん、そんなレベルだったら自己状況で、この看護さん自己状況を聞いたら、絶対この人はもう瀕死だみたいなことを思ったらしくて、喋れるっていうのがもう本当にうめき声みたいなことだったと思ったらしくて、でも僕も本当に普通に喋れてるから、まあ、なんで生きてるんですかね、分かんないけどねみたいなすごいねって言われました。人間ですか、多分まあこれだけいろんな人を集めるだけあって、ちょっとなんか力を得てるかもしれないですね、そこで何か本当に右手に、あちゃあちゃちゃっと痛い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 、うん、あります。なんかこのなんかすごい痛々しいに続いて痛々しいのかもわかんないんですけど、違う意味で、あ、そうなんですよ、なんか結構もう私の人生ハプニングだらけなので全然特になんかこれが大して大きいやつだっていうのはないんですけど、うん、なんかその身体的な痛みっていう意味では、うんうん、私中学校の頃はソフトテニス部に入ってまして、うん、でうちの中学校はダブルスが、うんうん、もう全部だったんですよ、うん、なんかシングル一人でやるやつじゃなくて二人でペア組むの で、うんうんうん、で私がその前と後ろの前の前衛の方をやってたんですけど、ね、3年間ちゃんときっちりやり通したんですけど、はい、その
3年生の前半あたりにあのしっかりまあかがんで、うん、うわーって声出してたら、うん、急に痛みを感じでその痛みの場所っていうのが実は2箇所あって、はい、1つがそのまあ代表的な腰、はい、ただもう1つが、うん、あの足裏がありまして、うん、でまあ急いでそれは結構2、3日以上続いたから、うんまあ、これはあかんやろって思って、うん、接骨院がもうあのその中学校から歩いてまあ5分以内の場所にあって、うん、でそこで見てもらったら、まあ、まず腰がそのヘルニアの手前になってて、でさらにその足を見たら扁平足って分かりますか、なんか普通の足ってねなんか波打ってるんですけどこうぺったりになっちゃうみたいな病気っちゃ病気で、で自分の足がもともと結構平坦寄りだったんで、もうそれがめっちゃまっすぐになっちゃってたみたいで、だからその判明してからは2つが判明してからはまあしばらくの間ドクターストップかかって、でもしばらくリハビリ生活を送って、でもまあ最後の引退試合はしっかり優勝を素晴らしいね、頑張りました、はい、そのね、ハプニングが転じてかわからないけどね、そこはやっぱり頑張ってっていう感じでなったのかなと。はい、じゃあここまでね、となりましたけど痛々しいこと続きです、すみませんでした。ちょっとね、また改めて紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、じゃあ後藤さんお願いしようかな。じゃあまずディアラバーズさんからは、はい、ではまずディアラバーズさんからは、岩瀬楓さん、よっ、はい、続いて、はい、藤井紫音さん、はい、そしてザ・パワーさん、そして後藤優沙さん、ありがとうございました。私でした、ありがとうございました。はい、続いて三重ユース演劇ラボ2016ママごとマネごとさんからは、森夏美さん、はい、森達也さん、はい、そして、中村美咲さんでした、はい、ありがとうございました、はい、で最後ね、劇団スイングバイさんからは黒猫まさきゅうさんでした、ありがとうございました。次回は、2月2日、大名さん、あとハイセコさんが今決まってますので、またお楽しみにしてください。楽しみです、詳しくはツイッターの、ね、方でほ、つぶやいていきますのでよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ではまた次回お会いいたしましょう。あ、お相手は MJ と、スペシャルアシスタントの後藤梨沙でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。